ゲアトシヒロは、日本の実業家。株式会社指針、ホールディングス代表取締役社長を経て、同社代表取締役会長、一般社団法人教育アライアンスネットワーク、代表理事、鹿児島県出身。1977年順天堂、大学大学院体育学研究科修士、家庭修了、市川進学教室入社。1997年指針、 1> 第1事業本部教育本部長。1999年指針、第2事業本部教育本部長。2001年指針主事名役、第2事業本部教育本部長。2008年指針常務取締役、第2事業本部本部長。2010年指針、ホールディングス取締役副社長。指針、ウィングネット代表取締役社長。二千十一年から指針、 ホールディングス代表取締役社長及び、エドカルチャーセンター代表取締役社長を務めた。2018年に学習塾130社以上からなる、教育アライアンスネットワークを結成し、代表理事に就任。2020年には、市川市と包括連携協定を締結した。同年指針ホールディングス代表取締役会長。 死神、HD、社長に、下ヤシ日本経済新聞2011年2月3日付、修士論文順天堂大学、有価証券報告書第46期、日本経済新聞社、リーダーたちの本棚ボリューム44朝日新聞2012年11月28日付長官東京本社版、全国の学習塾、130社長が団結、新連合発足少子化や、 教育改革に対応3期ビーズ -2018-11-25 指針 HD と市川氏が包括的な連携協定を締結全国私塾情報センター -2020-05-20 指針ホールディングス社長に福住和彦氏が就任全国私塾情報センター -2020-04-22 ありがとうございます